然ないお幸せも、人の不幸しかネタのないテレビ屋も、腰を引く首を折るしかない日本のシャイドル手段も、難しい言葉を武器に自分勝手を通す親父も、ずうずうしくごめんなさいを知らないババアも、みんな普通で作ったんだって。でも誰かが必ず自分を追い払う少女、でも目や神にすがるしかできない少年も、